盛り付けを参考にしながらあっという間に作れるシーフードドリア。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、皆様に紹介したい世界で大人気のミールキットサービス、はい、こちらハローフレッシュさんのミールキットなんですが、まあ、簡単に説明しますと、お料理セットですね。自宅で簡単にもちゃちゃっと調理するだけで本格的な料理が楽しめちゃうこのお料理セット、このハローフレッシュさんね、ついに日本にも登場しました。毎週ご自宅にほんと新鮮な美味しいね、材料やレシピと一緒にこんな感じでね、届けていただけるんで、買い物に行く手間も省けますし、やっぱね、自分で料理しようと思うと何作ろうかなとかね、同じような味付けばっかりになっちゃいますし、このミールキットを利用していただくことでね、ほんと様々な料理が簡単に楽しめて、マジでおすすめです。ということで今回はね、こちらを使ってちゃちゃっと紹介しながら料理を作っていきたいと思います。それでは一緒に作りましょう。はい、ということでこのハローフレッシュさんのミールキットをちょっと見ていきましょう。じゃじゃーん、これね、クール便で届きます。毎週ね、数種類の料理を選んでいただいて、まあ人数なんかをね、指定すると届けてくれます。見てください。まあこういうハローフレッシュさんのパンフレットとともに、今回ね、ちょっと3つ分頼んだんで、こういう感じで料理に使う食材がね、セットで梱包されて入ってきます。これ1番、そしてこちら6番というように、このね、レシピカードも、はい、番号付きで入ってますので、このレシピを参考にしながらね、簡単に作れちゃいます。材料も使い切りでその分だけ入ってますんで、フードロスなんかもね、なく、買い物にも行かず、ほんと届けてくれるんで、めちゃくちゃ便利。こんなね、写真のようにね、盛り付けの参考もあるんで、本格的美味しい料理が楽しめちゃいますんで。じゃあどれ作っちゃおうかな。そうやな、せっかくなんであんまりね、作らないこのシーフードトマトドリアいっちゃいましょうか。この1番ですね、1番の袋にね、すべて材料入ってるんで、早速作っちゃいましょう。はい、こちらのね、1番って書いたレシピカードを参考にしながら、ちゃちゃっと調理するだけ。このね、袋の中に材料入ってますし、ご自身で用意するもの、塩コショウ、オリーブオイル、ご飯ね、こういうものも書いてますんで、むちゃくちゃ丁寧で優しいです。作り方ね、きっちり記載されてますんで、こちらに添いながら簡単に作るだけ。じゃあ早速1番の袋から材料に出しちゃいましょう。はい、こちらがね、シーフードとトマトのドリアの調味料と材料。このね、1番の袋に全ての野菜や調味料などが入ってます。そしてお肉系統のものとかだけ、ちょっとね、別途保冷剤に入ってしっかり冷やした状態で届くんで、そちらの中から取り出してください。まあ、基本的にはここにもう全部入ってます。あとはこれを使ってね、ちゃちゃっと調理するだけ。今回はドリアなんで、このね、ここに書いてある塩コショウ、オリーブオイル、ご飯は用意しなダメなんですけど、もうその他全部揃うんで、めちゃくちゃお手軽。ほんと買い物とか行かんでいいし、マジ便利。はい、まずはね、野菜などをきれいに洗っていただいて、このね、レシピカードに書いてある、ここね、1番、オーブンの予熱、野菜を切るっていう感じで、手順通り進めていくだけ。はい、まずはね、トマトを半分に切る。あ、美味しそう。このね、一緒に送られてくる野菜も、できるだけね、国産の鮮度のいいものが送られてくるんで、安心安全。わ、美味しそうなトマトだわ、これ。はい、トマト半分に切る。そしたら、おネギちゃんは小口切りに。はい、ポンポンと切る。もうこれもレシピ通りにね、やるだけなんで。しかも必要な分だけの野菜など材料が入ってるんでね、ほんと無駄にならずにめちゃくちゃお得。はい、お次はこちら、マヨネーズとトマトソースを混ぜ合わせておく。はい、トマトソース、こういうね、味付けの難しいものは一緒に入ってるんでね、めちゃくちゃ楽ちんですよね。よいしょ。はい、マヨネーズもビュービュービューっと入れる。はい、すべてね、レシピカードに書いてる通りの分量で言っていただいたら OK なんで、もう難しいこと考えなくていいのがいいよね。いやー、しかもね、やっぱドリアとかで普段あんまり作らないんで、こういういつもと変わったものがね、食べられるっていうのも嬉しい。やっぱ自分一人で考えてるとね、同じような料理で同じような味付けになっちゃうんでね、ハローフレッシュさんのミールキットマジでおすすめですよ。はい、あとはこれ、じゃじゃじゃーっと混ぜ合わせておく。はい、たったこれだけ。シーフードミックス、もうこれ汁ごと入れてください。はい、汁ごとドカーっとね、
よいしょっと。ああ、うまそう。いい感じやん。そして切り分けといたミニトマト。はい、そしてご飯ですね。はい、こちらね、レシピ。ご飯やシーフードミックストマトと、このね、調味料やニンニクも入ってますんで、これをまあシャシャシャっと軽く混ぜ合わせる。はい、ご飯とね材料混ぜ合わしたら、先ほど合わしといたトマトソースを上に広げてねかけてください。まあ大きいねグラタン皿みたいなものがあったらめちゃくちゃ作りやすいんですけどね、今回ちょっとなかったんで普通の耐熱性のお皿でいきますわ。あゆ、そしてチーズ、こいつを表面にパラパラっと振りかける。はい、美味しそう。はい、あとはね先ほど温めといたオーブンでまあ10分ぐらいですね、お使いのオーブンによって多少前後するんですが、様子を見ながらねこんがり香ばしく焼いちゃってください。はいよー、焼けました。めちゃくちゃうまそう。はい、そしたらねお好みでおネギパラパラっとのせていただいて、まあ塩コショウ軽く振ってください。はい、カリカリっと。はい、完成。めちゃくちゃ簡単、ほんとあっという間にできた。そしてこれねレシピカードにあるちょっとこの盛り付けを参考にしながら、はい、こんな感じでセットしていただいて、どうですか、めちゃくちゃ美味しそう。あっという間に作れるシーフードドリア、早速食べていきましょう。それではキュームポーいただきます。うん、うまっ。ソースもめっちゃいい味付け。やっぱドリアとかね僕普段作らないんで、こういうミールキットがあってねいろいろ楽しめるのはマジでおすすめです。うん、普通にうまい、お店の味やん。いや、これが手軽に作れるのはマジ最高ですわ。いや、ほんとね自宅にもう材料全て揃って届くんで、やっぱ買い物とか行かなくていいっていうのもねかなり便利な理由の一つ。そして今回はちょっとねこのミールキットお得に購入できる割引コードね、説明欄の方に公式サイトのリンクと一緒に記載しておきますので、ぜひ覗いてみてください。初回ね最大で8000円引きなんでめちゃくちゃお得。メニューもね週替わりで自分でこうお好みのものを選んで届けていただけるんで、ご自身のねライフスタイルに合わせて選ぶことができます。人数なんかの設定もできるんで、家族の人数とかも設定してね、こういうミールキットを使えば時短にもなりますし、手軽にパパッと作れて美味しい料理ね作れるんでマジおすすめ。うん、うまっ。いや、世界中で愛されてんの分かるわ、マジやばい、うますぎ。